どうも黒さんです今日は話が面白くない人の特徴というテーマで学んでいきます。あの、あなたの周りに話が面白くない人っていると思うんです。この人一体何が言いたいんやろうとか、オチはどこなんやろうとか、この人話長えなとか、あなたの周りにも話が面白くない人っていると思います。で、意外と話が面白くない人って、それを自分で自覚してないので、話し方を鍛えようとか磨こうとかいう意識がほぼないんですよ。で、今回の動画は決して悪口動画ではなくて、普段自分自分身が どんんな話しししし方をををてててててるんだろうっていうっっいいのを見つめ直して欲しくて動画を撮っていますじゃあ、話し方というのを磨いていくとどうなるかというと、いろんな人の価値観に触れながら自然にコミュニケーションが取れたり、プレゼンで自分の思いを表現できたり、夢や目標を叶えるための話し方ができるようになって、応援してくれる人や協力してくれる人ができたりするんですよ。で、話が面白いか面白くないかっていうのは本当に大事で、話し方一つで自分を印象づけることもできるので、ぜひ今回の動画で一緒に学んでいきましょう。 じゃあ、まず、話が面白くない人の特徴からお話ししていきます。これ単純なんですけど、話が面白くない人の特徴は、話す順番を意識できてないことです。これぜひ覚えておいてほしいんですけど、話す時のルールとして、挨拶、テーマ、共感、本題、オチという流れがあります。例えば、自己紹介するときは、まず自分の名前を名乗りますよね。どうも、黒さんですって、まず名前を名乗ります。で次に、自分自身の伝えたいテーマを話します。今回、僕で言うと、話が面白くない人の特徴になります。で次に 共感を得る話し方をしていくんですね今回の僕の動画で言うとあなたの周りにも話が面白くない人っていると思うんですっていう共感を得ます何が言いたいんだろうオチはどこなんやろうこの人話が長いなとか一度はあなたもそんな人と話したことがあると思いますっていう共感の話をするんですねで冒頭の次に共感の話を入れれるかどうかでその先の自分の話を相手がちゃんと聞いてくれるかが結構決まったりしますでいよいよ本題僕は今話が面白くない人の特徴を話してて今僕の話はお っていう、この一連の話す時のルールがあるんですよ。で、話が面白くない人はこのルールを全然意識せず話してるんですね。急に落ち打ったりとか、なんか共感をまず得ようとするとか、この流れを無視すると相手に話が伝わりにくいので要注意です。じゃ話す時にどういう風に意識して喋ったらいいかというと、これは例えるなら野球の打順で考えてみると分かりやすいです。野球には打順というものがあります。一般的に1、2番は足が速くて塁に出る確率が高い選手が選ばれて、1、2番 打打者者ををををホーームベーススににに戻すすために番に強打者を選んんでで得点を取れるるチャンスを広げるんですね野球では役割から順番を考えるのが当たり前なんですけど、これを話す時に置き換えてみたらどうでしょうこれなかなか実践できてる人って少ないんですよ。この野球の順番のように話す時も順番を意識していないと、結局この人何が言いたいんやろうって思われて、見えないチャンスが逃げていくこともあるので話す時はすごく注意してください。じゃあどうやったら話し上手になれるのか僕は先ほど話し方を磨けば、 いろんな価値観を持った人とコミュニケーションができたり、プレゼンで自分の思いを表現できるとか、夢や目標を叶えるための話し方ができるようになって、応援者や協力者ができていくとお伝えしました。で、話し上手になるとこれらが実現していくんですけど、実は話し上手な人は話の中にある一つのものを入れてるんですよ。これは話し上手な人の特徴でもあるので、ぜひあなたの周りにこの人話し上手だなと思う人がいたら、これから言う一つのことを入れてるので、よーく観察してみてください。じゃあ話し上 上手な人が話をするときに入れているものは何かそれは例え話ですまず例えとはそのままの意味で読書は言葉のシャワーとか風を切るような忙しさとか人生に下書きはないといった物事を説明するときに分かりやすく相手に伝えるためのツールが例えになりますでここ重要ポイントです例え話のメリットは間接的に相手の心に届けることができて相手が行動に移しやすいというメリットがあるんですね例えばダイエットをひたすら一生懸命頑張ってる人が がいたとしますその人は、まあ、毎日走っとけば痩せれるわ、と思ってたとします。その人に対して、いやいや、まず何キロ痩せるって目標設定した後に、逆算して行動した方が確実にダイエット成功するじゃんって言ったとしても、言い方が直接的すぎて、相手が不機嫌になって伝わらない可能性があるんですよ。で、大人になると言いたいことをそのまま言うと嫌われやすかったりするし、相手の自尊心を傷つけてしまう恐れもあるので、そんな時は例え話を入れて間接的に相手に伝えていくことをお勧めします。 ダイエットしている人に対して、ダイエットしててすごいね。でも何キロ痩せるっていうのをまず決めてもいいんじゃない例えばひまわりが太陽に向かって咲くくよようにに人も自分が決めた目標に対しててを合わせていくんだよで例え話を入れて相手に伝えてみたらどうでしょうすると相手は、確かにひまわりって太陽に向かって咲いてるな。じゃあ私もただ運動するだけじゃなくて、とりあえず目標を決めてみようか。 で、例え話を入れるだけで相手の心にスッと入っていくんですよ。この例え話を使える人が話が面白い人の特徴になります。これができるだけでも、トーク力や言葉の表現力が格段に上がっていくので、話をするときは例え話を入れるということをやってみてください。ではまとめです。話が面白くない人の特徴は、話す順番が意識できてないこと。なのでまずは、挨拶、テーマ、共感、本題、オチ。 という流れを意識して話をしていくこと。で、それができたら、例え話という間接的な表現を使って、相手に分かりやすいメッセージ、話し方を実践する。すると自分が思ってる以上に、いい人間関係が築けていけるようになるので、ぜひあなたが今日から実践できることをやってみてください。あとこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。